佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日は朝10回するだけで代謝が上がって痩せやすくなるリンパ呼吸についてお伝えしたいと思います。代謝の元になるのは酸素と栄養素なんですよ。その酸素の取り込みがうまくいかなければもう全然ダメで、本当に良くないのが酸素が足りないって言って酸素吸う人ね。あ、ダメなんですか？あれね、本当に酸素足りなくなっちゃったら仕方がないんですけども、酸素を吸っちゃったら呼吸少なくなっちゃうんですよ。あ、必要がなくなっちゃった。必要がなくなっちゃって呼吸がうまく動かなくなってしまって、酸素を吸いに行くっていうの、酸素バーとかね、本当やめてほしいなと思っていて、補えば補うほど機能は失われてしまうので、他のケアとうちのケアの圧倒的な違いは機能を補うんじゃなくって機能を働くようにしていくっていうことなので、それはすごく大切になりますね。まあ難しいんですけど、僕らが推奨するのは胸で吸ってお腹で吐くっていう胸腹式っていうのを推奨してますけども、ちょっと難しいので、まあ、とりあえず本当に基本中の基本の全体呼吸っていうものでですね、これ結構いいのでぜひやってみてください。腹式呼吸みんな勝手にいいと思ってるんですけども、腹式呼吸ってめちゃくちゃデメリットがあって、みんな健康にいてってやってますよね。はい、まあ腹式呼吸自体は問題ないんですけども、本当にね、呼吸の先生はね腹式呼吸でいいんですよ。だけど呼吸が浅い人はね腹式呼吸なんか全然良くなくて、でなんでかっていうと、腹式呼吸は呼吸筋を使わないんですね。呼吸筋っていうと胸の周りに、肺の周りにある筋肉で、まあこれを使って肺は陰圧ですね、ガバッと広がることによって空気をガッと吸い込んで、またグッと縮むことによって空気を出してるっていう形になるんですけども、呼吸筋っていうのは一番有名なのが横隔膜、それから大胸筋とか肋間筋とか、それから菱形筋とか広背筋とかっていうのも呼吸筋になってきますけども、大切な筋肉っていうのがうまく使われない。で、腹筋使ってふーって吐いたり吸ったりしてるので、楽器をやる人だったらまだ直接横隔膜を使いますけども、お腹を使ってふーっと吐いてで吸ってると、腹筋使って呼吸筋使わなくなってしまいますから、どんどん呼吸筋が使わないことによって硬くなって胸腔が潰れていくってことがありますので、これは結構ね呼吸が浅い人の特徴なので、これをまず良くしていくにはバストアップとかタオル筋揺るっていうのをやってほしいんですけど、まあ、それよりも簡単に呼吸ができる方法を今日はお伝えします。ありがとうございます、うん、じゃあこれやれば失われた呼吸筋の働きが元に戻って、そうですね、呼吸もしやすくなるし代謝もアップ、はい、そういうことです、そういうことです。すごい方法ですね。すごい方法なんですよで、めちゃめちゃ呼吸ですね、とにかく深くやってほしいんですけども、できない人もいると思いますけども、一番ね外側の大胸筋とか菱形筋っていうのを使いますので、呼吸が広がりやすくなっていきますからね、ぜひやってみてください。パニック障害とかあったりクラクラするようだったらちょっと控えていただきたいんですけども、過換気症候群ですね、そういう方はちょっと控えていただきたいんですけども、まあ少しずつやっていく分には問題はないと思います。適当に体をですね、まず撫でます、撫でます、さーっと撫でて撫でて、で呼吸して、まあまあこれ準備でやってください。ざーっとやって、まあお腹まで緩めて、まあ誰かいたら背中も撫でてもらうと余計いいです。そしてですね、寝転びます。これでまあ起き上がってやる方法は、ただ息をこう吸います、それからふーって吐いて、吸ってふーって吐くっていうことなんですけども、まあちょっとクラッとすることがありますので、これ寝転んでやるパターンでやっていきたいと思います。どっちでも構いませんよ。でこれで 寝転ぶといい一つは、みんなねこう広げるとこう広げちゃうんですよ、後ろに。これは後ろの筋肉を引っ張ってるんで呼吸筋が拡張にはならないんですね。そのバーンとこう広がるっていうことがすごく大切なんですけども、まあ壁でやってもいいんですけども、壁の場合もね、壁についてやるっていうのだと狭い感じがしますので、こういうところでベッドでまず息を吸いながらバンザーイですね、バンザーイ、気持ちいいバンザーイをしてですね、それから息を吐きながら縮まります。横向いてください。で、
って感じですね。じゃあ10回やっていきましょうか。息吸ってで吐いて吸って吐いて2回ですね。吸って3回4回5回6回7回8回9回って感じでゆっくりそのままザーンとダラーンとしてください。これでですねやったーと思っていただいて、あとケアをして、ゆっくり、はい、ケアはもう撫でて、もう撫でるだけでいいです。そしてゆっくり深呼吸ですね。ふー、いや結構ね腹筋とかも使いますし、うん、全身運動になりますからね、非常にポカポカしますし、足の方までブワーッとリンパも流れる感じもありますので、皆さんねこれを毎日2週間ぜひやっていただいて、結果も聞かせていただけると嬉しいです。ありがとうございます。ちなみに2週間試すとどんな結果が得られますか？もうこれは体重も、まあ、あんまり減っちゃいけないです。体重ってね月に2キロ以上減らしちゃいけないんです、ま、けどもまあそれで勝手に痩せていく分には全く問題がありませんので、これで代謝っていうのは体もポカポカしてきますし、撫でることによって体も元気になったり寝つきが良くなったり、いろんな変化があると思いますのでね、ぜひ皆さん、結果聞かせていただければ嬉しいです。今日の動画いかがだったでしょうか？今日の動画ね良かったなと思ったら高評価ボタン、ご意見やご感想などありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。 LINE の方で登録していただくと、リンパの教科書、お医者さんも知らないようなリンパの教科書を解説したものと図解入りでですね解説したものをプレゼントで差し上げます。 LINE の方登録していただくとお知らせなどが届きますので、ぜひ LINE 登録もお願いいたします。